お前たち、任務開始だ。ホロスターズ3期生、獣人の国からやってきたマフィアのボスこと、赤毛山シエンナ、よろしくな。いやー、久々でもないな。久々でもないな。別に。そんな久々でもないな。なんか久々って感じ。とりあえずは、イベントが無事に終わったということで、俺たちの決起集会、デイ1、デイ2、デイ3に、ありがとう、ございました。まあ、イベント自体は、もう、本当に、もう、めちゃめちゃテンション上がって、久々になんか、みんなで集まったっていうのもあって、とてもとても楽しくやらせてごぜやしたね。みんな俺の尻尾そんなに楽しみにしてんの？俺は？俺じゃなくてなんで俺の尻尾楽しみにしてんの？もっと違うとこ楽しみにしてよ。もっと楽しみにするところあるでしょうよ。猫山も 3D になりますか？どうだろうな。 3D になんのかな猫山。なりたい？ 3D に。3D になりたい？ああ、消えちゃった。ああ、消えちゃった。恥ずかしいって。恥ずかしいよな。そんな、急に。んな、急に人の前で 3D になれなんて言われてもな。恥ずかしいよな。恥ずかしいって、馬たち。猫山は、ないな。ないかもしんないな。恥ずかしいって。いや、ほんと、全員トレンド入りさせようぜ。ほんとに。全員。ホロスタ全員トレンド入りさせような。ほんとに、その辺は、俺たちだけの力じゃ、どうしようもできないところあるから、全員トレンド入りさせような。全員トレンド、もうその日だけでもいいから、あのね、本当に多分ここからみんな、どんどん、3D になってって、ホロスタがここにいるぞっていうのをね、ああ、そっか、昨日ツイキャスでちょろっと話したんだ。そう、スイッチくんね、復活しました。手元に今。なんか基板が壊れてたんだって。うん。基板が壊れてて。結構かかったんだよね。1万5000円ぐらい5リット奪われてさ。そんなかかんの？びっくりしちゃったよ。まあ、その基板と、コントローラーかな。なんかたまに、その、モンハンやってる時とか勝手に下向く時あってさ、新品は3万ぐらいじゃなかったっけ？確か。新品は3万ぐらいだった。まあでも、戻ってきたからね。戻ってきたからこれで、ポケモンスナップもできるし、空気読みは何回もやるもんじゃないからな。空気読みは。な、何回もやるものじゃないからな。ここからビシバシ働いてもらうからな。スイッチくん。聞いてる？遊ぼうぜ。なあ、スイッチくん。一緒に遊ぼうぜ。遊ぼうぜ。どうも、影山、体バキバキ遊ぼうぜ山、シエンです。じゃあ、今日の返信は、ここまで。初見の人はまあ、気が向いたらチャンネル登録とか、してくれ。概要欄にね、オリ曲、ジャストフォロースターズの、聞いてない人は、YouTube の方も、再生して。じゃあ、今日の配信は、ここまで。お前たち
Good luck! またなーん。